こちらトランプ陣営のイベント会場です。主に集まっているのが郊外に住む白人の女性たちです。トランプ陣営はバスで激戦州を回るキャンペーンを行っています。仕切り役としてトランプ氏の次男の妻ララ・トランプ氏を投入し、トランプ氏への支持を積極的に表明していない、いわゆる隠れトランプの女性をターゲットに票の掘り起こしを狙います。現在女性の支持率はバイデン氏がリードしていますが、白人女性だけで見るとその差は縮まってきています。